はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。遊戯王マスターズデュエルさん、グローバル配信1周年記念日おめでとうございます。本日1月の19日2022年のね、1月の19日はですね、遊戯王マスターズデュエルが配信開始された日でございまして、本日は非常にめでたいということで、お祝いの動画を撮っております。お知らせからは特に何も感じられません。マスターデュエルさん、どうしましたどうしました。1周年ですよ、1周年記念日ですよ。これもしかしてあれですか、あの付き合いたてのカップルみたいな感じで盛り上がってるのユーザーだけですか。運営士、今日1周年だぞ。もしかして何もない、そんなことある。ちなみにあのデュエルリンクスさんの、デュエルリンクスさんという神ゲーがありまして、あのデュエルリンクスさんのグローバル配信1周年記念日何があったかというと、すごいですよ、オシリスの天空竜全体配布、UR、SR チケット6枚プレゼント、ログインで1500ジェムプレゼント、1周年記念アクセサリープレゼント、全ボックスでセール実施、セレクションボックス、発売、新規ユーザーへのプレゼントジェム2倍、1周年記念映像公開。これあのデュエルリンクスさんという神ゲーの1周年記念特典ですね。はい、マスターデルさん、どうしましたどうしました、何もないんですか。これちなみにあの一応ですね、 iOS 版 Android 版 の、 あの遊戯王マスターデュエルが配信されたのが1月の27日かなんからしいんで、まあ一応1月の27日っていう説もあるんですけど、これもしかして何もない、そんなことあるマスターデルさん、生きてますか。期待してますよ。